おはようございます、釣り子 TV です。今日スタンバイしたのはレジットデザインの5ピースのスピニングと、これ買ったばかりのダイワのルビアス、超軽い。この組み合わせでね、ちょっと小物釣りチャレンジしてみたいと思います。はい、準備していきますが、今日は6フィート10インチのモデルね、ワイルドサイド、まあ、これ1本あればね、ほんとこういう海外行く時とか、なんだろう、トランクとかがあればその中にね、スポーンと入るから、こう非常に便利ね。こんな感じで合わせて合わせて合わせて、よっしゃ。で、おお、軽い。やっぱりこのスピニングが軽いことによって全体的に軽い。もうリールが軽すぎて、なんだったら竿先の方がちょっと重く感じるぐらい。で、PE ラインにクロロカーボンのこれ8ポンドぐらいかな、をリーダーでちょっと先糸でつけて組んでみております。まあ、本当今この小継ぎの万能な竿をいろんなメーカーからいろんな番手が出てるから、お気に入りのメーカーのやつね、はまあいっぱいいろいろ持ってきたけど、小さな実を使ってなんかチュン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 した釣りね、やってみようかな。ドック攻めだな。カマスだ、カマスがバラクーダ食ってきたね。おお、おお、ヒット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 、わあ、カマスだ。うお、ね、ハイバイアイシャットにこんな感じでバラクーダ、結構いいサイズじゃね、これ。いや、これでかいよ、ね、カマスがいきなり釣れました。で、ちょっと歯が危ないので、歯が危ない、こんな感じでね、ルビアス、はい、カマスは50センチ、ルビアス大活躍だね。こんな感じ、完璧ですよ。スーさんもね、こっち結構マジ当たり 3,4 回あって、釣れたらこれだったんだけど、見てこの歯、ね、すごいよね、やっぱな。日本で買ってきたアイバイアイシャットに、このルビアスがね、軽いからね、ちょんちょんって軽いアクションがしやすいってことで、じゃあ
逃がしてどんどん次の魚狙っていきたいと思います。はい、はい、というわけでね、今回の動画はですね、こうハワイでね釣れるお手軽なターゲットっていうことでバラクーダってのがいるんですけどね、あれをまあ狙ってみたら釣れたよ。で、まあ、タックルはね、このルビアスとあとレジットデザインの、ちょっとね長めの5ピース、マルチロット、これがね大活躍してくれたっていうところと、あとねルアーはねあのメガバスの、アイバイアイシャッドのちょっとね潜るタイプのねモデルね、これでこうウェーってねこうね釣りしていたら、まあ50センチぐらい、50ないかな、まあ40センチ台ぐらいのねあのバラクーダが釣れてくれたんでまとめてみたんですけども、あれぐらいのね魚がねかかってもね、なんだろう、すごいねパワフルでしたね、ドラグも、いい感じで滑り出してくれて、そんでもってね守備よく釣り上げることができたよっていうことで、まとめてみましたが、結構ねハワイのねおかっぱりっていうことで、その他にねあの港のところとかもね行ったりね、こう水面見てるとですねポカーンとよく浮いてるんですよね、あのバラクーダってやつがね。であれに向かって自分なんかはイメージとしてはキラキラするミノー系小型のね、ミノーとかがよく効く印象があって、まあコンパクトロッドと、まあ、こういう軽量なねスピニングリールとかと、あとはねルアーいくつかねスタンバイしていくと、狙うことができるんで、ぜひねチャレンジしてみてはいかがかなということで、まあでポイントとしてはですね、あのワイヤーリーダーね、刃が鋭いんで準備しておくとより安全なんですけども、ワイヤーリーダーをかませるとね結構、まあバラクーダと一緒に本命で狙ってるあのパピオって呼ばれてるね、ローニー味のちっちゃいやつとかメッキの種類のやつとか、あとはカスミ味ってね、ああいう、なんだろう、大きくなるとねこう GT なんて言われるね、種族になるやつの小型サイズが狙えたりするんですけど、ワイヤーリーダーかませちゃうとちょっとそこら辺の食いが悪くなるかなっていうことで、自分はまあこれなんか25ポンドぐらいのクロロカーボンのねリーダーとかね、こういうので、狙っているんですけども、まあこういうリーダーだとねバラクーダも釣れるし、そのパピオって言われてるやつらも釣れるしっていう印象なんですが、実はね一回ね、ちょっと大きめのバラクーダに大切なねミノをね持ってかれちゃったなんて、歯でスパーンって切られたなんていうねやつもあるにはあったんで、心配な人はちょっとねタチウオ用のショートで、まあそんな強くなくてもいいと思うんで、小型軽量なワイヤーリーダーなんかを買っていくといいのかな。で、そういったやつは実はアメリカのね、その釣り具屋さんなんかにも置いてあったりするので、まあそこの現地で購入してね、釣りしてみてもいいかなと思うんですけども、まあ2本3本ぐらいね、日本から持って行ってもね、便利なのかななんていうふうには、思います。というわけで、久しぶりにね、狙ってみたら、結構ね、釣れたしね、新しいルビアスも結構いい仕事してくれたななんて思って動画にまとめてみました。というわけで本日の釣り子 TV は久しぶりにバラクーダを狙ってみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。